高山短大 ERS 岡崎直人、6番手14番スリーケーパー東修太、7番手18番ティーム長尾水 HRS ジャパン新原幸太郎、8番手23番ティームグローバル野々川翔太、9番手65番スクーデリア沖縄南條紗恵人、10番手5番ランナップカートスタイル浜地ひなと。以上がトップ10。以下松永ヒーロー伊勢和馬池田和穂南條桃子、以上の14台です。さあ本間春、そして藤川匠横並び森田心、ヘルメットが変わりましたね、渋くなりました。横には中瀬小稔、後ろ岡崎直人、そして東、最終コーナーへと差し掛かってきます。さあ綺麗に立ち上がってまいりました。スタートは、スタート、美しいスタートです。さあトップは本間春なんですけれども、その後ろから一気に森田心が仕掛けていきまして、2コーナーから3コーナー森田心がトップ浮上、そしてさらにその後ろから狙っていきますのが岡崎直人です。エアピンでは岡崎直人がトップに浮上、2番手に森田、3番手に藤川、4番手にカーナンバー18番の新原幸太郎も一気に上げてきました。タコツボのところでも中盤から後半にかけてですね、横並びインサイド飛び込んできたドライバーがいて、かなり入れ替わっています。トップスタートポールスタートの本間春なんですけれども、現在6番手までドロップをしてしまいました。オープニングラップ最終コーナーから立ち上がってまいります。トップで帰ってきますのは5番手スタートから一気に上げてきた岡崎、後ろを振り返ります。2番手に森田、3番手藤川、4番手に新原、本間は前を行くドライバーのイン側に入りたかったんですけれども、これ前を行くのは東ですが、6コーナー飛び込むがどうでしょう。立ち上がりはやはりアウト側からの方がスピードが乗っています。逆にすぐ後ろにいます野々川にピタッとつけられています。さあそして2番手3番手あたりも森田と藤川のバトル、森田がイン側、藤川がアウト側、後ろにつきました。なんとか森田2番手はキープしています。トップ岡崎は後ろを大きく引き離した、序盤寄りのセッティングにしているのか、岡崎スタートから決めてきました。2コーナーのところでは2番手争いが5台です。さあ最終コーナーから立ち上がったところで1台止まってしまっています。さあこれは松永ヒーローですね。松永ヒーロー11番手スタートのドライバーですけれども、今ドライバーが安全なところに退避をいたします。3番手4番手5番手争いが接近中です。帰ってきますと3周終了、4周目ということになります。トップ岡崎、そして2番手カーナンバー12番の森田が単独となりました。そして3番手に本間春、本間春はセクター3で最速をマークして前をもう一度狙っていきます。一時は6番手までドロップをしていました本間ですけれども、戻してきました。本間の後ろには新原幸太郎、さらにその後ろからは東、ここはバトルになってますね。東、次のタコツボも来るでしょう。やはり来ました。4番手争い、東が前、新原は立ち上がりで戻すことができるか、ここはちょっと難しかった。東と新原テールトゥーノーズのままです。その後ろ6番手に藤川、少し離れまして7番手にはカーナンバー23番の野々川が最終コーナーから立ち上がってまいります。野々川の後ろには中瀬小稔、
去年水波のシリーズでチャンピオンも取っている中瀬子なんですが、今年はこのミニマックスクラスでちょっと苦しい、そんなレースとなっています。トップは単独です。レースは中盤、本間春は2番手に浮上してきました。さあタイトラタイム48秒370という本間はですね、タイトラ2番手の藤川に対しましてコンマ3秒違い近いアドバンテージがあるんです。普通に走っていれば1周につきコンマ 2,3 秒ずつ前との差を縮めていけるような、タイトラの時点ではそういう状況だったんですが、スタート直後に6番手までドロップ、その間に躍り出てまいりました岡崎直人が後ろに対しましてかなりのタイムギャップをつけました。現在トップ2のタイムギャップは1秒231、そして、現在ラップなんですけれども、本間の方が岡崎よりもやはりコンマ3早いラップを刻んでいるんですね。ですので予選ヒートは10周ですから、これ本間が最後岡崎に追いつくというのは十分ありえます。本間の後ろの森田、そして東藤川といったところはなんとか前の本間についていきたい、ついていくことができれば岡崎とバトルが、ボール争いのバトルができます。2コーナーから3コーナーです。3番手森田、4番手東、少し離れまして5番手に藤川、6番手に新原、そのインガーを狙いたいのが野々川、中瀬小見成までが一段となっています。3番手森田心はやはり本間春のペースにまではついていけないか、2番手本間が後ろと差をつけ始めました。ホームストレート、しかしながらトップの岡崎もミスなく走っています。この周回も本間がかなり削ってきましたね。48秒533、前後が48秒8とかそのあたりなので、本間最終的にはあと3周手が届くかどうかというところまで追いつきそうですけれどもね。トップ2のタイムギャップは1秒を切りました。さあそして3番手4番手争いなんですが、森田心に代わりまして東修太が上がってきています。3番手争いは3台、東のインガーに森田心、もう一度と入っていきます。1コーナーどうか、1コーナー森田心前に出てきました。東は2コーナーでインガーにスイッチした、後ろから藤川も来る、どうなんだ、斜めのままで6コーナーへと突入をしていきますが、森田、東、藤川と順位は変わりません。トップ次帰ってきますとファイナルラップというところ、本間春は確実に前とのタイムギャップは削ってきたんですけれども、さあどうだ、おお、そして3番手争いは3ワイドのままバックストレートエンド、入ってきたのは藤川だ、藤川が入ってきた、藤川、そして森田、後ろは新原か、最終コーナーから立ち上がってきます。ファイナルラップです。3番手藤川、4番手に森田、5番手には野々川ですね、ごめんなさい、新原ではなく野々川、そしてその後ろに東がドロップをしてしまい、中瀬小美成、そしてその後ろが新原幸太郎です。野々川が上がってきました。森田の後ろまだまだ狙ってそうだ。ファイナルラップトップ2はもうちょっと苦しくいいか。3番手争い、タコツボイン側に飛び込んでポジションを上げたのは東、野々川はそれを返しに行きたい、バックストレートエンド、インガー飛び込むが、これは東の方が前だ。さあ立ち上がりどうだ、最終コーナー東が前です。ホームストレート岡崎、本間、藤川と最後森田、東、野々川、中瀬子、新原、そして少し離れまして南條、浜地、
今チェッカーを受けたのはカーナンバー3番の池田、そして南條桃子と伊勢和馬ということになりました。以上ミニマックスクラス14台の予選ヒート10周でした。本間春スタート直後がなければといったところですけれども、よく戻しましたね。最終的にタイムはコンマ4秒差まで縮めてきました。最後の1周でも48秒439という誰よりも早いタイムを叩き出していましたのが本間春です。さっき決勝どのようになるか楽しみなところですね。さあここでただいまのミニマックスクラスドライバーのお呼び出しをいたします。ミニマックスカーナンバー23番ティームグローバル野々川翔太選手、カーナンバー23番野々川